ユダヤ系のドイツの哲学者、思想師や、新カント派に属し、知識の現象学を基礎にしながら、シンボル、イコール象徴体系としての、文化に関する壮大な哲学を展開した。息子のハインツカシシーラーも新カント派の哲学者となった。シュレイエンのブレスラウで、ユダヤ系の家庭に生まれる、ベルリン大学で文学と哲学を学ぶ、マールブルク大学で、 公園やパウルナトルプに学ぶ。1899年に博士論文を公園のもとに提出する。1903年からベルリン大学の志向史を執筆する。1919年に新設されたハンブルク大学の教授に就任した。当地にあったバールブルク文化学図書館に衝撃を受ける。1923年には当時クロイツリンゲ間ンの診療所で 精神治療を受けていたアビバールブルク本人を訪ねる。バールブルクと書簡を利用しながら神話論やルネサンス期の研究に取り組み、神話的思考における概念形式や言語と神話を発表しつつ、主張、シンボル形式の哲学をまとめ上げた。学生にレオシトラウスがおり、博士論文の指導をする。タ・ハンスライヘンバッハも生徒の一人だった。 1929年にハイデガーとのダボス討論を行う。ナチス政権樹立により、イギリス永住、オックスフォード大学講師となる。イギリス時代には、の収集した資料を基礎に設立された、バールブルク研究所の初代所長、フリッツザクスルラと交流した。後スウェーデンのヨーテボリ大学教授、1941年となるが、 ナチスの勢力が拡大するにつれてアメリカ合衆国へ移る。はじめハーバード大学に受け入れてもらう予定だったが30年前のベルリン時代にハーバードからの招聘を断っていたため断られる。イエール大学で教えた後ニューヨークのコロンビア大学に移る。スウェーデンに帰化しておりドイツユダヤ系スウェーデン市民としてニューヨークに在住、心臓発作により急性した。 ニュージャージー州パラマスのシダーパーク墓地に埋葬されている。カッシーラーの学業は、新カント派の影響下での哲学史研究に始まる。1899年に、博士論文、数学的自然科学的認識のデカルトの批判。続く1902年、ライブニッツ体系の科学的基礎を執筆。新カント派の影響下で、哲学史に取り組んだ。 ベルリン時代に執筆された認識問題では、中世思想から近代思想での認識論の問題を軸に論じ、実体概念と関数概念では、近代的な科学の認識論的な展開として実際に見ることのできる実体概念から関数的な記述によってのみ捉えられる関数概念への移行を分析した。これらの哲学史、思想史的な著作により、 マールブルク学派とは一線を画していった。ハンブルク時代、カッシーイラーは中心概念であるシンボル形式の研究を開始する。主張、シンボル形式の哲学へと結実させた。カント的な理性の批判を文化の批判へと転換させる試みである。直感でも概念でもなく、言語や神は宗教、科学などのシンボル形式の分析によって、 原初的な神話的思考から洗練された科学的思考までを発生的に結びつけ人間精神の本性をその全体的な権限の愛より把握する。晩年の亡命期にはアメリカの読者に向けて表した人間において人文、社会科学を横断して独自の哲学的人間学を構築した。カッシーラーはシンボリック、アニマルとして人間を捉え、 動物が本能や直接的な感覚認識や知覚によって世界を受け取るのに対して人間は意味を持つシンボル体系を作り世界に関わっていく。シンボル体系はリアリティの知覚を構造づけまた形を与え、またそれゆえに例えば世界に実在しないユートピアを構想することもできるし共有された文化形式を変えていくことができるとみなした。 こうした理論基盤にはカント哲学の超越論的観念論がある。カントは現実の世界を人間は完全に認識することはできないが人間が世界や現実を認識するその仕方を変えることはできるとした。カッシーイーラーは人間の世界を思考のシンボル形式によって構築されていると考えた。ここで言う思考には言語、学問、科学、 芸術における思考のみならず、一般の社会におけるコミュニケーションや、個人的な考えや発見、表現などを含めた意味合いがある。1946年に没後出版された国家の神話では、ナチスなどの全体主義的国家理論を批判的に考察し、プラトン、ダンテ、マキャベリ、ゴビノー、カーライル、シェリング、ヘーゲルらの国家理論を検討した。 カッシーラーは20世紀の全体主義体制を、運命の神話と非合理主義によりシンボル化されたものとした。国家の神話第一部、神話とは何かでは、神話的思考が外観される。第二部、政治学説における神話に対する闘争では、合理的な国家理論は、ギリシャ哲学に始まったとし、歴史を記述するにあたり、伝説的なもの。 ファビューラスなものを排除しようとしたトゥキリデスを、神話的で騎士官に対して初めて攻撃を加えたとする。古代ギリシアにおける合理的国家論の前提になるのは自然観であり、ミレトス学派にはなお神話的思考が認められるものの、起源の定義において新しい合理的思考が展開される契機となったとしている。他にもルネサンス研究、科学論等の業績がある。 カッシーラーの思想は新ント派の射程に収まらないものを持ち、ドイツの哲学者ブルーメンベルクにも影響を与えている。また、カッシーラーのシンボル哲学は、アメリカでスザン・ヌランガーやネルソン・グッドマンによって発展され、文化人類学者のクリフォード・ギアツ、ケネス・バークなどにも影響を与えた。実体概念と関数概念における関数イコール機能概念の分析は、 社会学において構造機能主義を提唱したタルコットパーソンズやニクラス・ルーマンらにも影響を与えた。フリッツザクスル、シンボルの遺産、松枝イタル訳、チクマ学芸文庫、国家の神話、宮田光夫訳、創文六63ページから65ページネジメコン1、ルネサンス精神への旅、ジョアッキーノ・ダ・フィオーレからカッシーラーまでがある。ありがとうございます。